皆さんこんにちは、こんばんは。ディズニーのマジカルファームが大好きなオバティです。今回は溜まっていたどんぐりシールで一気にガチャを引きまして、で、へったくそなデコを一生懸命自分なりに頑張ってやってみました。よかったら見てください。ディズニーのマジカルファームというふうにリニューアルしてから1周年を迎えたということで、お祝いムードが真っ盛りだったんですけども、その時にですね、結構いろいろデコの方並べています。で、今日はですね、このデコの方をどんぐりショップで溜まってるシールをいっぱい引いてですね、それでなんとかデコを作れないものだろうかということに挑戦してみたいと思うので、まずはですね、今あるデコを取っていきたいと思います。取っていくと、しまっていくという意味ですね。で、デコの方ですね、最初の頃は1個ずつの収納しまっていくということしかできなかったんですけど、途中から編集モードという便利な機能がつきましたので、この編集モードもう一回やりますね。長押しします。そうするとしまうっていう他に編集モードというのが出てくるので、編集モードをクリックします。そうするとしまいたいものをですね、選んじゃいますね。どんどん一個ずつで、選んだものはこう宙にちょっと浮く感じになります。でこの辺ちょっとですね、まだお祝いもしていたいんですが、ちょっと飾りを変えていきたいので、しまいたいものをどんどんこう選んでいきます。で、これもし間違っちゃった時はもう一回クリックすればまた元に戻って収まりますので、で、やっぱり捨てたいな、捨てちゃダメですよ。しまいたいなと思ったらクリック。で、これもしまいましょう。で、ちょっとですね、一回まずこの辺しまっちゃいますね。一気に選択したすべてのデコをしまってもいいですか。自分が選んだ、今しまいたいなと選んだものを全部一気にしまっていいですかという意味です。はい、しまいます。はい、そうするとドーッと消えてきました。ここちょっとしまい残しがありました。この辺もちょっとしまっちゃいます。はい、しまう。ほんとこのね、洗濯機能ができてこれだいぶ楽になりましたね。どんどんクリックして、まずはこの辺のね、私が普段飾る場所として選んでるところをですね、まずきれいにしたいと思います。あとどこだ、この辺のね、オラフさんはもう私が大好きなので、ここはもういじりません、触りません。なのでこんなもんかな。私が今使いたい場所、広場、飾る場所としてですね、こっち本当はこの辺全部飾る場所にしたかったんだけど、作物をですね、たくさん植えたいなという流れでこんな形になってしまいました。で、ここね、この作物のところを抜かすと結構広い広場になるんですけど、これで私がね、置きたい場所のスペースは整理ができました。ではどんぐりショップの方に行ってみたいと思います。しばらくですね、どんぐりショップでシールの方をガチャしていないので、どのぐらい溜まっているか分かりません。で、ちなみになんですけども、前回のイベントの時はですね、どんぐりシール溜まってたんですけど、ちょっと引く時間がなくって、そのままどんぐりシールが消えたという悲しい感じになっちゃったんですけどね。いらっしゃい、来てくれて嬉しいよ。はい、では私は全部は使わないので、もらっているシールだけで聞きたいと思います。いろんな時にね、イベントとかいろんなので手に入れてるシールですね。69回、ちょっと中途半端なんですけど、
これね、10で10回引くというのを前にもやっていまして、10個一気に出てくるんですけどね。そうすると どこに何が取れたのか、どこに入ったのかが全然わからなくなってしまうという現象が起きたので、今日は1個ずつ69回引いてみようかと思います。はい、早速いきます。何が出るかな、お楽しみ。ジャンプ、金か銀。はい、でも緑も結構いいと思います。いいと思います。はい、金か銀、金か銀、金か銀。自分が押さないと始まらないんだった。はい、押さないとずっとジャンプしています。はいはい、銀か銀、金か銀、金か銀。お、銀が出た。なんだ、お、やった。なんかちょっと嬉しいよ。ちょっとミッキーさんのなんか立派なものもらえたよ。なんか電話機を持ってんのかなこれ。はい、何か出るかな。はい、金か銀。赤はあんまり嬉しくない。お、緑だ。あれ、なんか今とこ赤が一回も出てない。あ、このお花もね、可愛いんですよね。お花も可愛い。金か銀。はい、私が押さないと始まりません。はいはい、緑。お、なんかほんといいぞ。あ、床か。でも、あ、でも嬉しい、でも嬉しい。何でももらえたら嬉しいじゃないですかね。はい、金か銀、金か銀。おお、なんか金か銀って言いながらね、赤が出てくんじゃないかっていつもドキドキしてるんですけど、今日はちょっと今のところ赤が出てない。はい、金か銀、金か銀。お、出たけどね、あの出たけど、あれ、なんか可愛いのもらえたし、あの赤連続じゃないから嬉しい。はい、何が出るかな。はい、あら、そういうと連続で出てくるのね。あれ、でもこれ可愛くて、さっき寄せたやつなんだけど、さっき一回寄せたやつがまた出てきちゃいましたね。でもこれ可愛くて好きなんです。この葉っぱの綺麗なね、飾り、葉っぱの形の飾り。はい、赤だけどなんか今回いつもね、赤ってちょっとがっかりする、私はがっかりするなっていうものだったりしたんですけど、今回赤もなんかいいんじゃない。ちょっとでもなんだろう、ほら椅子とか出てくるよ。なんかあの床しか出てこないのかなぐらいのイメージがあったんですけど、赤はそんなことないじゃん。床とかね、柵の一部とかね。あれ、ちょっと赤連続で出るようになったんだけど、でも椅子だ。ちょっと声が小さくなってきた。はい、緑出ましたよ。ほら、椅子。なんかこのデコ初めて見た。はいはい、緑。床もね、たくさん集まると綺麗に飾れたりとかするので、今日ちょっとね、前向きにポジティブなね風にいきましょう。赤だけど、なんだろう、ほら、椅子付きの床椅子付きの床付きの椅子っていうのか。はいはい、緑。なんだこれ。あ、線路だね。線路、あの線路ですね。うまく言えない。はいはい、赤だけど、なんでしょう。ほら、なんかあれ、え、今回は何、線路を作ろうよっていうことなの。線路っていうか、ちょっと言葉がおばさん臭いかもしれないんですけど、レール緑。はい、おー、明かり明かり明かりだよ。はい、今の明かりは多分夜になるとね、明るく光る夜。あ、銀色。なんだこれは。なんだ、テーブルの上にごちそうが乗ってる。はい、次は何でしょうか。緑。お、テーブル。ちょっと椅子もちょっと欲しいな。テーブルが
どれどれどれ、はい、これなんだ、飾りかな、なんかね、あの今までのやってるイベントでもらってるデコと被る時もあります。こうし、なんだろう、雰囲気とかシリーズ、シリーズっていうの、さっきのほら葉っぱがね、前にももらってたように。はい、テーブル、あれなんかあまり銀と赤と緑の差が今回ない気がするんだけど、気のせいかしら。はい、どうせ出たらじゃあ金欲しいな、金。これもさっきしまったやつが出てきた。はいはい、何が出るかな、何が出るかな。はいはい、床、床もう何でもありがたい。はいはい、緑、何が出たかな、ドキドキするね。これはね、つむつむの線路かな、レールっていうのかな。お、銀だ、なんだろう、ちょっといいものが出てほしいな。あ、怖いんだけど、え、これちょっとどのぐらいの大きさのやつだろう、置いたときに。はい、次はなんだろう。お、また銀だ。はい、あれ、なんか可愛いんだけど、可愛いんだけど、ちょっと続いて可愛いのもらってもらえたよ。でもあと43枚あります。はい、何が出るかな。お、また銀だ。やっぱ銀が続けて出ると嬉しいな。これは時計かな、どのぐらいの大きさなんだろうこれ。はい、何が出るかな。トントン、緑、床、この床何かどういう風に使ったらいいかな。でも使わないかもしれません、今回のデコレーションでは。はい、銀色、何か出たかな。これさっきのレールとどういう風につなげればいいんだろう。実は私レール系の、実はというかレール系のね、デコを置いたことが一回もないんですよ、今まで。どうつなげればいいのかね、なんか難しそうで。はいはい、次は何が出るかな。赤、赤です、でもいい。ほらほら、なんか可愛いじゃん。これどうやってつなげんの、大丈夫かな、私できる自信がないんだけど。はい、緑、やっぱり レールをつながせたい感じがすごいするんですけど。はい、何が出るかな。赤、ベンチだ、ベンチ。はい、次々いきますよ。赤だけどいい。はい、あー、そうか、このね、レール系が次々出てきたから、ちょっと今私んどうしようと思ってます。並べたことないからね。どうしようかな。あ、これはね、さっきも好きだと言った葉っぱちゃん。はい、はい、緑、ミッキーの手がついた柵だ。あんまりもらったことないのこれ。はい、何が出るかな。赤、赤だけど、なんだろう、テーブルだ。全然頭の中でどんな風にデコったらいいのか分かんなくなってる今。はい、赤、椅子、なんか今回椅子もいろんな種類の椅子が出てきますね。はい、これはなんていうの、飾り。はい、いきます。次々行かないと、あと30回。はいはい、黄色、はい、もうなんか確信に近いですね、これは。レール系を並べてくださいってことなんですね。
はい。ほらほら、みんなみんななんかほら、アイテムの下にレールついてるもん。金が出た。今回今何十回やった中で初めて金。おお、なんか可愛いんだけど。あれ、これさっきミキーさんかね、ミニーさんのファームにあった気がする。はい、次次。はい、緑椅子ね、先ほどからね、こう引いてる間にも私の積み荷を手伝ってくれましたよっていうね、あのフレンドの方たちがいっぱい歩いてくださってまして、誰が何を積んでくれたんだろうというのがすごい気になってはいるんですが、まずこれをあと25回連続でやっちゃいます。はい、レールね、レールね。ちょっと大丈夫かな、私自信ないぞ。川だったらつなげたことがあるんだけどね。川、いや水路っていうの、水路はねつなげて、そこに桜の花をね浮かべてみたりとかやったことあるんですけど、あれ床、こっちの床の方が可愛いな、さっきまでの出てきてた床より。はい、柵、これ前にこの種類は少しもらったことがあるような気がする。はい、銀ですよ。はい、銀の置物、置物じゃない、銀のどんぐり。テーブル、どうしよう。テーブルテーブルいっぱい並べてもね、椅子がもういっか。あのね、あ、巻き場デコ、なんだこれ、芋虫みたいなんだけど、レールにつながるのかなこれ。まあ、テーブルいっぱい出てきても、まあね、椅子がなくてもビュッフェスタイルということでね。はい、銀色。おなんか嬉しい、これ何、かわいいんだけど、かわいいんだけど、ちょっと馬車引いてるよ。馬がって言っちゃダメなの、馬さんが馬車引いてるよ。赤でもいい、ずっといいもの出てるから。あ、これもいい、はい、あと18回ちょっと急げ、頑張れ。はい、なんだ、レールちょっと自信がないけど、レール。はいはい、緑。おお、これはもうどこにでも飾れるから好き。風船ね、宙にちょっと浮かぶんじゃないかな、今の風船は。もう銀色なんだ。巻き場でこう、これ持ってた気がするけど、これ2個並べちゃおうか。はい、はい、緑、レール。はい、あと14回、もう一回金色出てくれないかな。緑、はい、なんだこれ、口開いてるよ、なんだこれ。はい、はいはい、これも風船、かわいい、どこにでも並べられる。はい、緑、レール。はい、どうしたらレールがいっぱい出てくればなんとかつなげられるのかな、うまく。はい、緑、はい、これは明かりですね、街灯、多分ね。はい、赤、はい、これもなんて言うんだっけ、こういうの、なんかね、あの北海道とかのお土産にね、壁に飾るやつみたいなさ、なんだろう、なんて言うの、こういうの。はいは
入れる。あと8回です。一気にいけ。はい。お、なんか椅子本といろんな種類あるよね。なんか椅子引くたびに違うものが出てくる気がする。でも逆に並べづらいんですけど、もらったものだけでは賄えなくなるからジェムを買いましょうということなんでしょうか。でも私まだ一度も課金はしたことはありません。はい、緑。なんとかもらったもので賄いたいと思っています。ごめんなさいディズニーさん。はいはい、緑。はい、床。でも床だけど 3×3、 3枚とかもらってるからね。床1枚じゃなくて。はい、あと4回です。はい、赤。お、なんだかわかんないけどかわいい。はい、あと3回。もう一回金出ないかな。もう一回金出ないかな。出ないよね。入れる。あと2回。チップとディールもこんな何十回もね飛び跳ねてごめんねって言ってる間に、またさっきのなんだこれって言った、口を開いた王様が口を開いてるような雰囲気に見えるんだけど、誰だこれ。はい、あと最後の1回です。最後の1回です。なんかちょっと本当はオラフさん出てきてほしいんだけど、多分ねオラフさんこの季節のデコには出てこないよね。はい、緑。最後は何でしょうか。床でした。でも3枚もらってよ。これカラーがこうほらピンクと水色になってるから、これうまく向き変えたりとかしたら結構綺麗な形にできるかもしれない。でもやるかどうかは別として。はい、どんぐりシール、これで全てデコに作り変えました。あとはどう並べるかでございます。はい、まずですねちょっと下準備にですね、置いていた飾りをある程度取りました。あの今飾り付けをする予定のところにですね、で飾り付けする予定のところを取った後ちょっと整理してですね、なんか花、果物の木をですね、果物の木を私かなりこっちまでかなりちょっと植えすぎだっていうぐらいに植えてるんですけども、これをちょっと四角くですね配置してみて、間に何か置けないだろうかということを考えて、これなんだっけ、いつもこの名前が思い出せなくなっちゃうと思いまして、これ名前なんだ出てこない、2種類の果実をですね、こういう四角形の形に配置してみました。でここにいたイルカさん、ここって牛と鶏のさんのですね、そばにいたイルカは今ちょっと場所を移動してこの端っこの方に今ちょっと囲っている場所にいます。でちょっとですねいろいろ見てしまうと枯れ木がですねちょっと最近増え始めてまして、でちょっとあの気球ポートのそばはちょっと枯れ木置き場みたいになっちゃってるんですけども、まあ、それは置いておきまして、今ちょっと置けるスペースをとりあえず確保してみたので、でちょっとこっちの方は手をつけてません。左端の方はですね、置くスペースはここの辺とあとこの辺にアイテムをいろいろ置いてってみたいと思います。でガチャでですねもらったアイテムなんですけども、まあだいたいこの期間限定っていうところに多分ですね入ってると思います。期間限定。でもあの葉っぱみたいなのはどうなんだろう、この中に入ってんのかなあ。これはこのねお花はねこれ多分夜になると光るんだと思うんですけど、
と待ってね、デコマジックじゃなくて、ちょっと夜にしてみますよ。この子のお花ですね。ほらこんな感じで光るお花なんですけど、これは、何、いつだろう、いつもらったかさっぱり覚えてませんが、いつかのイベントの時にもこのお花はもらっていますね。ちょっと待って、昼に戻します。で、今回もこのお花、光るお花がアイテムとしてですね、登場しているようです。はい、ではデコの方をまず大きくですね、何をメインにするかとか考えながらちょっと置いていきたいと思うんですけど、まず期間限定の中で、なぜかちょっとね、2個とかもらってもこれみんなどうしてんだろうってちょっと謎なんですけど、この広場のね、この中央広場、中央広場、中央デコっていうのかな、なんだこれ、中央に置く、こうこれを持っていくと変わります。一気に変わります。今ドナルドのね、あのデコにして、ドナルドに合いそうなデコ、あれでもこれよく見ると雪のマークだから、アナと雪の女王の広場だったのか、すいません、なんか色合いだけでこう合うんじゃないと思って組み合わせてたんですけども、これ雪の結晶ですね、遠くから見ると、すいません。で、これをちょっと今回のアンティークの広場に一瞬で置き換えます。はい、このドナルドとかがこの今回のアンティークにね、ちょっと不似合いになってきました。なのでドナルドさん、ドナルドさんってちょっとなまりましたけど、一旦閉まっちゃいます。で、ここに置けるもの、この辺、あれこれまたドナルドじゃない、ドナルドだね。え、これも中央デコなの、あ、こっちは中央デコじゃない。ここにね、置けるものっていうのが限られていて、勝手になんかあの ここに置けるものはこんな風に、なんだろう、色が点滅するというか、点滅します。どうしよう、4個ないんじゃない、これは何だ、これ違う、ここには置けないよ。はい、チケットを使えばいろんなね置物は手に入るんですけども、私は BGM をもらえる、 BGM が流れる中央デコをもらえるっていうイベント以外は積極的には参加していないので、手に入ってるものだけをちょっと並べてみたいと思います。ちょっとね、この花で囲んだところに何か置けないかなと思ってるんですけど、これ、あら、形が違う、ちょっと待って、これ横置きにできるかな、ちょっと待ってね、広いところに行って、あ、収まった、え、見えなくなっちゃった、どうしよう、アイデア失敗、こっちはどうだ、埋まった、ちょっとこれは私失敗でしょうかね、ちょっとこの案は。しかしですね、やっぱり何か、せっかくこんな風に並べてみたので何か置きたいんですけど、ここに置けないかな、囲まれてるっていうのが、ちょっとデザインバランス的にちょっとあれだけど、ここちょっとね、もう一マスこっちに寄ればなんとかなるかな。でもここに立ってるっていうのはこれはおかしいと思うんだよね、やっぱりなんか看板的な雰囲気だからね。ちょっと待ってね、これは何、あれ、これはあれだな、レールでつなげるものだね、きっと。あれ違ったっけ、レール系、レールの色してるんだけど、ちょっと待って、この子避難、
とこの子ここにちょっと置いてみます。これは何、これは何、これ線路のだよね。ちょっと線路系のちょっと取り出してみましょうか。どうしたらいいんだこれ。まず取り出しますか。横向き、この子線路の一部じゃないのかな。色は線路っぽいけど違うか。何なんだろう、芋虫じゃないか。こうやってレールをつなげてみます。どうしよう、レールの数が足りない。すごいこじんまりとした作りになってしまいます。これがこの子を反転させて、この子芋虫なのかな、わかんないな。ちょっとここにいてください。線路がほとんど持っていない。あれ？ちょっと待てよ。巻き場でこのつむつむのシリーズの中に線路の関係があったので、ちょっとこれも加えてみます。線路の関係、これこの子とさ、この子ってこの子向きって縦にしてさ、なんか親子みたいに並べちゃおうか。親子、全然親子じゃないし、つむつむファンに怒られちゃうかな。それともこの芋虫さんみたいなのも何かキャラクターなんですかね。もっとないかな、持ってるもの。線路持っているものだけでつなげようと思うので、とてもこじんまりとしたものになってしまいそうです。これさ線路のこう列車が来ますよっていうカン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 ってなるのかな。かわいい。あら、合うかな。これが見えなくなった。これが見えない。あ、あれ、待てよ、小さすぎるか。ちょっとこれさ、出てんの象の鼻に見えるんだけど、何これ。え、何これ遊園地のお化け屋敷、何これ。象の鼻に見えるんだけど気持ち悪いんですけど、あれ、ちょっと違う、何これ。はい、ちょっとですね、画像ぼやけちゃうかもしれないんですけど、アップにしてみました。どうでしょう、やっぱり象の鼻に見えるんだけど、象の鼻だけ2個積んでるってこと。ちょっとこれ以上コメントは避けたいと思います。期間限定の柵はどんなのがあるでしょうか。これがね、あ、これこあでかすぎる。これこういうところにこう置いたらどう？うわ、このアングリ開いた口なんですけど、なんかこのお水の上で浮かんでるこの子たちで挟んだらちょっと可愛くなったので、これはこれでこうしよっか。期間限定で、あと何がある？また間違って買っちゃったのかと思った。風車ね、期間限定の中から風車もう一個。皆さんね、いろんなすごい可愛く飾り付けしてるんですけど、私
のはちょっとしまっとしまっと飾りたいと思います。はい、こっち、あら、すっごい本当に本当にちっちゃいんだけど、あら、ちょっと変かな変だけど、いっか。はい、アンティーク系は下に、おお、でかい、大きい、でかいじゃなくて、あー、ちょっと待ってね、ちょっと飾る場所がないんだけど、結局ですね、つむつむさんのスペースに、つむつむさんのですね、線路、しかもちょっと部分足りないんですけど、線路とかがあるところに観覧車を持ってきてみました。反対側の道の反対側の方はちょっとアンティーク系を並べてみたんですけども、ちょっと今一つでございます。まあでも今回のね、あのアンティークジャーニーというイベントの間はこのままで行ってみたいかな、このままにしておこうと思います。気が向いたらちょこちょこいじるかもしれません。はい、以上、最後までご視聴ありがとうございました。